な話っていうか、うん、あるトラ猫がいた。その猫は好きでもないいろんな飼い主たちに飼われたのが100万回死に、生き返って100万回生きた。猫は死ぬのが怖くなかった。ある時猫は自由な野良猫だった。そいつは白いメス猫で、2匹は一緒に幸せに暮らした。やがて月日が経ち、白い猫は年を取って死んじまった。トラ猫は100万回泣いて、そして死んだ。もう二度と生き返らなかった。